皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学、今回は正の数と負の数の1回目、符号のついた数とその見分け方についてお話しします。0より大きい数、これを正しいという字を書いて、ね、正しいという字を書いて正の数と言います。この正の数は正の符号、これ足したの符号ですよね。これプラスと言います。ですから0よりいくつ大きいしたらプラスいくつと、こんな風に表します。それから0より小さい数、これを負けるという漢字を使って負の数、このように言います。この負の数は負の符号、これ引き算のマークなんですけれど、これをつけてマイナスいくつと、このように表すことができます。そして正の数はこのプラスの符号を省略することができるんですけれど、0より小さい負の数、これはマイナスの符号を省くことはできません。必ず0より小さい数はマイナスいくつ、このように書かなくてはならないんですね。そして正の数と負の数の境目の基準となる0、これは正の数でも負の数でもない、ね、数なんですね。基準となる0は正の数でも負の数でもありません。で、実際正の数負の数を使っているもの、例を挙げると、まず気温がありますね。温度計、水が凍る温度、これを0度として、それより低い温度をマイナス何度って表します。これが温度計の目盛りだと思ってください、ね、0度 C より低い温度をマイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4、マイナス5度と、こういうふうに表していますよね。そして0度 C より高い温度、こちらでは1、2、3、4、5度 C と書いてありますけれど、ね、温度計ではプラスって書いてないんですけれど、この5度 C というのは実はプラス5度 C のこと、10度 C と書いてあったらプラス10度 C のこと、こういうことになります。このように実際温度計ではこのプラスの符号を省いて使っているんですね。それから他にはゴルフのスコアがありますよね。基準となるもの、それより上だったら、2オーバー、3オーバー、ね、プラスいくつって言いますよね。で、それより低かったら、2アンダーとか言ってマイナス2とかね、1アンダーとか言ってマイナス1とかいうふうに表しています。ではこの符号のついた数、ちょっと練習をやってみましょう。1、0度 C より3度 C 低い温度、0度 C より3度 C 低いですから1、2、3、これ低い方は0より小さいと考えてください。0より小さいので負の符号を使ってマイナス3度 C、 こうなります。2番、0度 C より7度 C 高い温度は、0度 C より7度 C 高いんですから、ここですね、0より大きい数ということになる なるので、正の符号プラスをつけてプラス7度 C と、このようになるわけです。3番、マイナス2度 C より5度 C 高い温度は、とこう書かれていたら、まずマイナス2度 C のところに、ここをペンの先を置いてください。これから5度上に行くので1、2、3、4、5と0度 C より3度高いところに来ましたよね。0より大きい数なのでプラス3度 C と、このように表せますね。4番、プラス3度 C より
4度 C 低い4度、この時はプラス3度 C、 これから4度 C 下がりますから下に1234、ね、0度 C より1度低い温度になりました。つまり0度 C より下なので負の符号をマイナスをつけてマイナス1度 C と、このように温度はマイナスプラスの符号をつけて表すことができます。ではこの正の数と負の数の見分け方やっていきます。では、正の数と負の数、これを区別する練習をしてみましょう。まずじゃあもう一回確認すると、正の数、これには正の符号のプラス、これをつけて表す場合と、この符号を省略して表す場合がある。つまり正の数っていうのはプラスいくつって書いてある時と、このプラスの符号がついていなくて数字だけで書いてある場合があるということですね。2つ目は、0は正の数でも負の数でもない数字だと、でどちらにも入らないということですね。3つ目、負の数は負の符号のマイナス、これをつけて表して、このマイナスの符号を省略して表すことはできない。言い換えると、負の数には必ずマイナス、これがついているね、そういうことです。では練習をやっていきます。次の数を正の数と負の数に分けましょうと、こういう問題です。ここに、8個数字が並んでいます。これを正の数と負の数に分けていきます。1番マイナス3、2番5、3は0、4はプラス4、5は3分の2、6はマイナス5分の3、7はプラス 0.12、8はマイナス 1.3。 じゃあこの中から正の数を見つけていきます。正の数はプラスという正の符号がついている場合と、これが省略されて数字だけ書いてある場合があるんですね。で1番を見るとマイナス3、これマイナスがついているので負の数ですから当てはまりません。2番は5です。5はこれ何も符号ついていないということは省略してあるんですね、プラスを。ですから5は正の数ということになります。それから3番は0、0は正の数でも負の数でもないんですね。4番はプラス4、正の符号がついていますから当然こちらのグループですね、正の数のグループ。5番3分の2、これも符号何もついていないんですね。ということは正の符号が省略してあるということで、5番の3分の2、これは正の数ということになりますね。分数や小数も含まれるんですね。で6番はマイナス5分の3、負の符号がついているので違います。7番はプラス 0.12、正の符号がついているので正の数ということですね。プラス 0.12、 これが正の数ですね。5プラス4 3分の2プラス 0.12。 次は負の数です。負の数には必ずマイナスの符号がついています。ですからこの中からマイナスの符号がついているものを選びます。1番のマイナス3がそうですね。それからこうして6番のマイナス5分の3ですね。マイナス5分の3と、他には8番のマイナス 1.3 と、で負の数はマイナス3、マイナス5分の3、マイナス 1.3、 この3つになります。0はどちらにも入らないので間違えてこの中に入れないでくださいね。今回は正の数と負の数の1回目、符号のついた数と、この正の数と負の数を区別する方法についてはお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。